主演はねプレッシャー感じましたね、うん、でもなんかそのプレッシャーに勝るくらい楽しみが強くて、今泉組と一緒に作品を作れるっていう喜びであったりとか、季節くんと一緒にお芝居ができることであったりとか、そういう楽しみが勝ったから、なんかいつの間にかそのプレッシャーが自分をプッシュするモチベーションになったかなっていう気がしますね。僕は今泉さんの映画好きだったんで、今泉さんがこの映画をどう撮るんだろうっていうのはすごい楽しみで、撮影が3月だったんですけど、その前の年の10月ぐらいからずっと持ち歩いてました。他の現場にも持ってって、うん、心が疲れたりするとその台本を読んで、よし撮影行こうとか、そういう感じでしたね。一緒に暮らした時間が、うん、大きかったですね。たった10日間かよって思うかもしれないんですけど、その10日間は朝から晩まで、そして晩から朝までずっと いる、あの10日間の密度っていうのは、なんか僕らはなんか時間を超えた密度だったなと思って、うん、なんかじわじわ本当に僕と藤原季節くんが仲良くなるにつれ、旬と渚の距離も縮まっていくっていう、なんかすごく気持ちよく2人の距離が縮まっていったというか、もちろん作品のことも話したんですけども、テレビつけてね、どうでもいい話をしたり、うん、ソーセージチンして食べたりとか。ソーセージチンして食べたことあります？ないですよね。美味しいんですよ、チンすると。うまいす、ね、ちょうど皮がパリッと破けるぐらいまでやるんですけど、季節くんが教えてくれて、俺そっからすげえやるもん。時代の価値観みたいなものを地図を通して見つめるようになって、そのジェンダーの問題に限らず、自分の中になんか伝えたいものを持っていられるかどうかっていうのって、うん、俳優として大きいなと思って、誰かに与えられたセリフをただ言うんじゃなくて、なんかどっか自分で伝えたいことを持っていた方がいい役者になれるんじゃないかなっていう気がして、うん、しっかり自分が何を伝えたいのかっていうのをブレずに持っていたいなっていうのはありますね、うん、役者って何回もいろんな人の人生を自分で体感して体現できるっていうのが、今回本当旬を通して感じられたというか、自分自身がそれを経験したような錯覚っていうのを今回ヒズで体験して、まあ、本当は毎回そうあるべきだと思うんですよね。役者っていうのはまたこのような体験ができるように、役者としてはどんどんレベルを上げていって、その作品への愛情というものを深めていかなきゃいけないなと思うきっかけになったというか、そういう意味で本当にヒズに感謝してるし、旬っていう人間にも本当に感謝してますね。僕ヒズ経験してからなんか変わったんですよ。今は自分が着たい服を着たり、好きな色のものを身につけたり、家に花飾ったりとか、人からどう見られるかっていうことを気にしなくなって、自分の表と裏っていうのがあったんですけど、なくして生きていけたら人って受け入れてくれるんじゃないかなっていうふうに思えるようになって、見た人の中でもそういう変化があったら、それは素晴らしいことだなって思いますけどね。タッグを組もうみたいな話したよね。いや、なんか刑事物やりたいって言った。俺言った。刑事物やりたくて、うん、結構暴れん坊系な、うん、もう感情で季節くんがなんかわーって言っちゃうタイプで、僕がなんかメガネかけてすっごい冷静にやめなさいみたいな、落ち着けみたいなこと言いたい。ビンゴで今やりたい作品ありますよ、ヒロ君。何？ああ、でもちょっとやめときますよ。そういうものがあります。後でこっそりヒロ君にだけ教えて、いつかその夢が叶うように胸の内に秘めておきます。